不春三居図とは、幻聴末期の画家、黄金餅によって描かれた水墨画。1350年完成。不春三居図は、幻聴末期の画家、黄金餅の晩年の作品。資本の水墨画である。代表作であると同時に、中国の水墨画史上、高い評価を得ている傑作であり、陳天根や陶器章などの有名な画家たちに収蔵され、 手本とされ模本が制作された。国立古級博物院修造の不春三巨図、薪子本と石膏小博物館修造の天津蔦山図との二部からなる。もともとは一続きの絵であったものが新長期の1650年所有者であった後広氏広氏が自身の死の際共に焼くことを遺言し、一旦は家中に投じられ消失の危機にあった。 息子後聖安が拾い出したため危うく、難を逃れたが、焼けた関東の一紙は分離されて、美術省を、くその邸に譲られ修理されて、天蔦山津となった。後半の使用部分は後、収集家秋の手を経て、秋没後、県立邸が購入している。不春三巨図、無用士館、不春三巨図、天蔦山津また、1745年、不春三巨図の模本。 指名巻が、賢竜帝により、真の宮廷に収められた。賢竜帝はこの作品の上部に、多数の山を書き込んでいる。翌百7 4 6年、マボンが収められたが、模本ではあるが終作であるとみなして、短い山を入れただけだった。1926年頃まで、指名巻の方が、マボンとされていたが、その後の研究により、模本と判明し、 無用紙館と呼ばれる秋急像の作品がマボンとされている。不春三郷図、指名巻、陳甘ネの模本が古宮博物院に、王、石ヶ谷の模本がフーリアギャラリーにある。陳甘ネの不春三郷図、ありがとうございます。